さあ、えー、こちら、えー、アセット、えー、装甲走行機兵ボトムズ、えー、スコープドックを作る、えー、ナンバー3、ございます。出来上がった51センチ、五十51センチある。はい。この賛否が分かれる、この台座ね。はい。まあ、未だにやで、未だにやけど、あのー、この8分の1やな、 8分の1の、えー、アシェット、8分の1が出るようになって、もう3号にもなんのに、いまだに、あの、ボークス、八分の1やな、ボークスの8分の1か、えー、こっちのアシェットかっていうね、論争が、いまだにあるらしいね、まだ。もうええやんてね。僕はあの、ボークスは、えー、スコープドックやろ。で、ターボカスタム。で、パラシュートザック。 で、あと、ラウンドムーバー。で、武器は、ソリッドシューター、ヘビーマシンガン、ショートバレルとかも全部は持ってんねやんか。で、8分の1やったら、初回得点についてた、キリコキュービー。8分の1な、ここに手置いてる、めっちゃかっこいいキリコキュービー。で、確かにフィアナもあったはずやねん。フィアナ。で、その後やな、バニラ・バートラーと、 えー、ココナまで出てんのかなボークスは。で、なんか聞くとこによると、このアセットが8分の1を出したせいで、中古で売ってる店が、中古市場が、あの、ボトムズ、この走行機兵ボトムズの、ボークスの8分の1が、中古に多量に出回ってるらしないわ。<laughs> 8分の1が、ボークスの8分の1が大量に出回ってて、 で、ボークスは、一応ね、僕電話で聞いたことがあるから教えてあげるけど、ボークスはね、あの、これからも、これからも、あの、ボークスは自分とこで、あの、レジンの原型があるから、これからも、ボークスは、あの、スコープとか出してくれると思うよ。で、中古で買う人ね、もうしゃあない新品で当たれへんかって人な、抽選販売らしいから、あの、新品が、 カーレン方で中古で買った方でも、えー、部品が壊れた、なくなった時は、実費料金払ったら、実費料金払ったら、ボークスはね、あの、自分とこの会社の商品は、面倒は見てくれますよ。念のために。これは僕も、あの、早い段階で聞いてます。で、あの、ボークスでも聞きましたけど、えー、このスコープドックの8分の1に限らず、あの、ボークスが発売したレジンキットやったら、 あの、時間とお金はね、えー、仕方がないっていう人は、あの、ボックスが発売したやつを、キットに関してはね、あの、アフターが効きますから、はい。僕はこっち欲しいのは、こっちがね、あの、今選んでんのは、あの、正直ね、このアセットっていう、この会社のアセットの、このスコーブドックは、アセットでしか買われへんからやねん。これも、 連続120回やな。百二十120回かけて、120回かけて、やっと出来上がるもんやから、多分ね、途中で欲しくなっても手に入れへんからやねん。だから、こっち側を2セット頼んでるわけやねんな。で、1セットは予備。1セットはまあまあ出来上がったらガシガシ遊ぶように使おうやっていうことで。はい。これ。 で、次。今回、なんと、来ました。コックピットが、とうとう来てます、これ。はい。003-01。で、この横やな。はい。排気ダクトとかも来てまして。今回はね、あのー、すごい、えー、これね。あの、箱がでかいです。箱が。えー 胸部、外装の組み立てねでこれが頭部やっぱマイクロモーターみたいなやつやなはいまたつけまして逆側つけてこれで、えー、バイザーのハッチがバイザーが開く開けへんかあのバイザーの左右の移動をこのモーターでやるつもりなんやのなこれはいこんな感じです、はい、これ これね、でここもうすでに間に合わないごめん間に合う間に合う言うとったけどこれとうとうね定期購読お申し込みの方得点1は10月15日かやったらしいね <laughs> 10月15日までやったらしいねレッドショルダーの方こ8分の1の方やからあのー、ボークスから持ってこれんのかどうかっていう問題はあんねんけどなこれ。 ここね、はい、10月22日あれ伸びてるやん日がななんですはいで今回3号は、えー、スコープドック、えー、超解析ということで、えー、頭んとこやな ここ、えー、三連ターレットレンズにバイザーにアンテナこれ避弾経路に優れたデザインだがスコープドックの頭部はパイロットの頭部の位置とも一致するため破損した場合はあ致死的である <laughs> これ次ここねスコープドックの三連ターレットレンズ機構は優秀だが視界不良が常にの戦場ではバイザーを開けて目視での確認も行った キーコはたまにやややってるやつやなパンって開けてこれ、はいまあ、あとは細かいとこは置いといてこれな、えー、搭載機構ここねレンズが、えー、大きいやつが標準ズームレンズで赤色が精密標準で緑の小さなやつがあ広角レンズこれ、ね、でバリエーション な、えー、パープルベア、バトリング専用。はい。ね。え、次、こっち、ストロングバックス。はい。ガイドフレーム。はい。えー、グレゴルーやったかなグレゴルー機には付いてんねんな、この。この。ガ、ガードフレームが。最初はカッコ悪う思っとったけど、あの、グレゴルーの機体についてんの見てからね。 結構かっこええやんとかって <laughs> これなよいしょよいしょこここれね「ボトムズバトルレポート1話終戦より組対捕獲作戦」これね「はい、テルタイン」から、はい、出て「小惑星リド」ねはいこれね こんな感じです、はい、リド、主力大の戦力、ペンタ、トルーバー、<laughs> ロックガン、ATO、自走法廷、スタイガー、<laughs> これは買えへんやろ、誰も、これな、うんで。ここで、えー、キリコはとうとう、えー、プロとワンやな、素体を見てしまうわけやねんな、誰にも黙ってるけど。 3号次ここキャラクターファイルフィアナ、はい、ウド編戦争が生み出した超人的女性兵士キーコキュービーにフィアナと名付けられる以前はウドの街でファンタムレディと呼ばれた謎の女性正確に言うたらねあのファンタムやねんファンタムレディなんってねあのファントムっていう言い方もされんねんなはい これえー、その正体は100年戦争終盤にメルキア軍が開発した PS の1号であるこれな秘密結社はプロトワンメルキア軍は素体 <laughs> で次、えー、スコーブドックを作る1、えー、号 4, が4号はこれなとうとう、えー 頭が出来上がる。3号で組み上げたパーツに3個目のモーターユニットと頭部ギミックの制御基板を取り付け、2号で完成させたバイザーも取り付ける。来ました、とうとう頭がくるくる回転するんじゃないのみたいな。<laughs> くるくる回転して。これあの、回転するときに音もつけてほしいよな。カシャッカシャッカシャッとか。 ウィーンとか音ありやんが、あれもちゃんとやっぱこうな、せっかくやったらつけてほしいよな。ちょっとおもちゃっぽく <laughs> っていうところですかで、これはちなみに、えっと、3号で、とうとうここに巨大な、え缶、ー、オケが入ります。缶オケ。で、これがモーター。で、これが頭の部分やな。うんまあ、さすがにやで、あの、第1号が299円やったやん。 1>, 1号が299円やって、2号3号って2000円超える金額になると、さすがにパーツも増えて、こういうモーターもついてくるよなっていう、えー、そんなとこですか <laughs> っていうところです。はい。